宇山は大阪府千南郡熊取町に位置する標高312メートルの山、泉山脈の前衛的存在である。宇山はその名の通り雨漕いの山として古くから信仰を集めてきた山である。その山頂には宇山神社が鎮座し、そこへ日照りなどでの干ばつの時にふもとの村人が雨漕いのために登ったという。現在でも毎年9月1日に、 雨山山六の熊取町、成合地区では、発作という行事が行われているということであり、その伝統は確実に麓地域の文化として根付いている。南北町時代には山城があったことが確認されており、現在でも当時の城跡を確認することも可能である。この城は、雨山城と呼ばれており、南西400メートルに位置する土丸城とともに、 北州と千州の間を結ぶ小川街道を押さえる山城として南朝方、北朝方双方いずれにも戦略上重要な城であったため北朝と南朝の間で争奪戦が繰り広げられた。現在も月見亭、洗浄時期、的場、ババートと呼ばれる場所が残っている。現在、熊取町側の山腹は霊楽ダム島と共に奥山宇山自然公園に指定されている。 また、土丸城と、雨山城は、2013年10月17日に、土丸、雨山城として、国の史跡、ひねそ遺跡の一部に加えられた。ABCD 宇山、ABC 宇山、平井ほか1981、ピアニッシモ、219から221、雨山城跡宇山,山神社熊取町公式 HP、府内の史跡公園等の紹介、雨山城跡土丸、 雨山城跡が国指定史跡に熊取町公式 HP。ありがとうございます。